竹村勝志と申します。この下関でちっぽけな人間がいきなり政治活動を始めて何ができるんだと言われるかもしれませんが、私はこの3年間一生懸命歩いて皆さんの苦しい思い、なんとかしてくれよ、助けてよ、その言葉をいっぱい聞いてきて、今回この市政に届けて、それを国政につなげる、そういった役目を皆さんの代わりにやっていきたいと、そう思っています。シャッター街が増えて困ってる人がいっぱいいる。だけどなんでこんな寂れてるか分からなかった。それが政治の師匠である山本太郎、その人に出会って政治で世の中変えられるんだって聞いた時に、自分はもう動くしかないと、そう決意いたしました。皆さん当事者なんです。皆さん一人一人それぞれ悩み事があるんです。みんなの思いを集約して届ける役目を今回私はやりたいと、そう思ってます。